第10回問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 1>, 1番、男の人と女の人が話しています。女の人は、まず何をしなければなりませんか佐藤さん、明日の展示会で使う資料は準備できたはい、印刷は終わりました。午後5時くらいには会社に届くはずですので、届いたらすぐお持ちします。それから、出席者との連絡はもう済んだ 山田さんからの返事がまだです。お昼過ぎにまたメールを出しますので。それとね、今朝のお客様からのお問い合わせへの返事もちゃんと書いてね。急がないとまたクレームが来るから。それはもう終わってます。念のため電話でもう一度確認してみて。あと山田さんへのメールも忘れないでね。はい、今すぐお電話します。 メーあはそうださっき三井商事の部長が11時ごろちょっとここ寄っていくって言ってたんで会議室もお願いねあの先に会議室から予約しといた方がいいんじゃないですか午前中はいつも混んでいるんでそうだねじゃあお願い女の人は まず、何をしなければなりませんか二番男の人と女の人が話しています。男の人は、これからまず何をしますかはい、東ホテルでございます。 あの、ツインの予約なんですけど、はい、ツインルームでございますね。いつでしょうか？あの、今週の土日なんですが、空いてますでしょうか？今週の土日ですと、二十四日と二十五日になりますね。はい、少々お待ちください。お客様、お待たせいたしました。土日のお部屋のご用意できますが、そうですか。あの。 ホームページだと、一人五千円だったような。申し訳ございません。当ホテルの会員の場合には、確かに五千円なんですが、そうでない場合は、お一人様八千円となっておりますので、あ、そうなんですか。実は、宿泊するのは私ではないんで、本人に電話して聞いてみてから、またかけ直します。はい、かしこまりました。 男の人はこれからまず何をしますか。三番。次は火災の時の避難訓練に関する放送です。二階にいる人はどのように。 どこへ避難しますかただいまより火災の時の避難訓練を行います今回は4階の入り口付近で火災が起きたと仮定します4階から6階までの皆さんは外側の非常階段を使って至急屋上へ逃げてください1階から3階までの皆さんは中央階段を使って至急 会社のの玄関前の駐車場に逃げてください。なお火災が起きた場合エレベーターは使用禁止です 2>, 2階にいる人はどのようにどこへ避難しますか 4番、男の人と女の人が話しています。男の人は、これからまず何をしますかあの、すみません。電車がなかなか来ないんですが。ええ、先ほど大久保駅で人が線路に転落するという事故があったそうですね。駅員の話では、しばらく運行を見合わせているそうで。ええ どうしよう、しよ飛行機に間に間合わなくなくる。旅行ですかいいえ出張で中国に行くんですがまず新宿まで行ってそこから空港行きの電車に乗り換える予定だったのですがでしたら近くにバスがあるんでそれに乗ったらどうですかあっダメか荷物があるんですねあるいはちょっと高いけどタクシーを拾って。 郵便局の脇道を行けばすぐ新宿駅の前に出られますけどそうですかありがとうございます念のためタクシー会社の電話番号を教えましょうかああそれは助かります男の人はこれからまず何をしますか 5番男の人と女の人が電話で話しています女の人はこれからどうしますかはい東京商事でございますむつ貿易の高橋と申しますいつもお世話になっております営業課の鈴木さんをお願いしたいのですがああ鈴木はただいま席を外しておりましてまもなく戻ってくると思いますが よろしかったら、戻り次第、お電話を差し上げるよう伝えましょうか。そうですね。私もこの後すぐ出かけますので、携帯の方にお願いします。えーと、会社に戻るのが三時頃ですから、いや、その後、三時半からまた会議が一つ。会議が終わるのが五時頃ですので、それ以降でしたら会社の方までお願いできますか。はい、かしこまりました。 無貿易の高橋さまですねそれでは後ほど鈴木に申し伝えます「女の人はこれからどうしますか?」。 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 一番ガイドさんが話しています。山に登るとき、全員持っていかなければならないものは何ですか これから山に登るときの注意事項について話しますので、よく聞いてください。まず、山は天気が変わりやすいので、レインコートを持ってきてください。持っていない人は登る前に必ず買っておいてください。それから山で何かあった場合、役立つように、各グループにラジオと地図を渡します。また、もしものときに備えて、 助けを呼ぶための笛を全員に配りますので大切に携帯してください全員持っていかなければならないものは何ですか2番 女の人がマフラーとコートの組み合わせについて話しています。落ち着いた印象を与えるのは、どんな組み合わせだと言っていますか落ち着いた印象です。 そろそろマフラーの季節になります。マフラーは女性の魅力を演出することができ、最高の飾り物だと言われています。今日はそれぞれ違う印象を与えるマフラーとコートの組み合わせについて話します。まず、白のコートに対照的な色のマフラーを合わせると、若々しく、 活動的な印象になります。これに対して大人っぽく落ち着いた印象を与えるのは黒いコートに茶色のマフラーの組み合わせです。A、茶色のコートに薄い色のマフラーを組み合わせると爽やかな印象になります。そして黒のコートに赤いマフラーをかけると 力強い印象になります落ち着いた印象を与えるのはどんな組み合わせだと言っていますか3番。男の人と 女の人が話しています男の人はどうして怒っていますかさっき課長の感想会の件で全員にメール出したよあ、そう後で確認するよいつも親切にしてもらったからちょっと寂しいねそうだね寂しくなるねで、具体的な時間、場所、予算などちゃんと書いたのうん、書いたよ 課長には出してないよね。みんなびっくりさせようって秘密にしてるんだからあいけないうっかり全員送信しちゃったのえ山田さん大丈夫勘弁してよごめん頭ではちゃんと覚えていたつもりなのに男の人はどうして怒っていますか 4番男の人と女の人が話しています男の人が水筒を買った理由は何ですか おかしくん、水筒買ったのうん、昨日買ってきたばかりなの私も買いたいな入院して病気と戦っている子供たちを応援するためにえ応援水筒で知らないのこの水筒を一つ買うと水筒を作った会社がその利益の半分を入院した子供たちに寄付するんだって そんなこともあるの全然知らなかったじゃあどうして買ったの水筒の柄が気に入ったとかいや柄なんて別にどうでもいいのじゃあセールなどで安かったからいやそうじゃなくて来週同じゼミの仲間と登山に行くんだああそういうこと男の人が 水筒を買った理由は何ですか5番夫婦で話しています。女の人が違う色の洋服を買おうと思ったのはどうしてですか 君はやっぱり落ち着く茶色の方がいいよ。これとかどう似合うと思うけど。今日はね、いつもより鮮やかなものにしたいの。緑とか赤とかね。どうして急にイメージ変えてみんなをびっくりさせる気なのそれとも茶色ばかりだから嫌になっちゃったとか。いや、ただ明るいものにしたかっただけよ。 だって結婚式だもん。別に君の結婚式じゃないしだって大事な息子の結婚式よお嫁さんにもお母さんとしての存在をちゃんと見せてあげないとわかったこれなんかどう存在感あふれると思うけど女の人が違う色の洋服を買おうと思ったのはどうしてですか 6番男の人と女の人が話しています男の人はなぜ怪我をしましたか 社長足どうしたんですかああちょっとした怪我で大したことないよそういえば先週家族でスキーに行くっておっしゃいましたよねもしかしてそれでいやスキーとは関係ないよ実は財布をホテルに忘れたと思って取りに行こうとして階段で転んだの危ないですねで財布はありましたうん後で出てきたんだけど 実は、妻のバッグに入れてあったの。へえ<ー>。男の人は、なぜ怪我をしましたかここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて一から四の中から最も良いものを一つ選んでください一番女の人がテレビでタスポについて話していますみなさん 今私が手に持っているカードをご覧ください。このカードはタスポというもので、日本タバコ協会が未成年者の喫煙防止のために開発したものです。で、このタスポの申し込みなんですが、タバコ販売店に置かれている申し込み書をご記入の上、身分証明書のコピーと顔写真を同封して、 タスポ運営センターまでお送りくだされば OK です。申し込み用紙はタスポのサイトから直接ダウンロードすることもできます。発行手続きには一切料金がかかりません。カードは日本タバコ協会による書類審査を通して約2週間後に本人の住所に送付されます。 「今後タスポがないと自動販売機でタバコを購入することができないのでご注意ください」「女の人は何について話していますか?」「1タスポの定義2タスポの申し込み方3タスポの役割4 タスポの種類二番男の人と女の人が話しています。ねえ、吉田さん、ちょっとお願いがあるんですけど。どうしたんですかさっき、バイトの子が間違ってお客様のデータのファイルをゴミ箱に入れて消しちゃったみたいで。 なんとかならないかなえー、それはまずいですね吉田さんコンピューターに詳しいんでそれで助けてもらえないかなと思ってゴミ箱に入れて消しちゃったんですよね僕にはちょっと無理ですねどうしよう全く頭痛いんだよねなんでこんなミスを犯すんだろうね 女の人の人頼み事は何ですか1バイトの子にコンピュータの使い方を教えてほしい2バイトの子が間違って消したファイルを取り戻してほしい3バイトの子がゴミ箱に捨てたファイルを拾ってきてほしい4バイトの子が忙しいから手伝ってほしい 番、女の人がテレビショッピングの番組で話しています実は妊娠中生まれてくる我が子のことを考えてのことでした赤ちゃんがいると水を必要とする機会が多くなるので蛇口からきれいでおいしい水が出るのはとても安心だし便利だと思ったのですそれでこの商品を買うことにしました 何についての宣伝ですか ?1 ミネラルウォーター2ポット3浄水器4水筒4番女の人が話しています普通 友達とはどのように連絡しますか電子メールそれとも手紙多分メールの方が多いのではないでしょうか。メールは確かに便利です。封筒や切手もいらないし、すぐに相手に届きます。しかし、久しぶりに友達と連絡する場合には、手紙の方がいいのではないかと思います。 コミュニケーションの手段として古くから親しまれてきた手紙には書き手の気持ちや手で書いた字による味わいがにじんでいてそれを受け取る人に一種の温かさを感じさせます。ということで別に急がない場合には手紙などを書いてみたらどうですか女の人は、 友達と連絡する手段についてどう思っていますか 1. 便利な電子メールを使った方がいい 2. 気持ちがちゃんと伝わる手紙の方がいい 3. 場合によっては手紙も悪くない 4. メールと手紙のどちらでも構わない 5番、男の人がブックカバーについて話しています日本では本屋で小説などを買うとき、店員にカバーをおかけしますかと聞かれることがありますこの無料で本にカバーをかけてくれるサービスは日本特有のサービスだそうですなぜ、 このよううなサービスが存在しているかというと、まず持ち主が表紙を汚したくないと考えているからでしょうまた本を読んでいる人が何を読んでいるか周りに知られたくないというのも理由の一つではないでしょうかさらに最近ではかわいいブックカバーが発売され一種のおしゃれと考えている傾向もあるらしいです 男の人は何について話していますか ?1. ブックカバーの種類。2. ブックカバーの特徴。3. ブックカバーサービスのメリット。4. ブックカバーサービスの存在理由。 問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください1番 君、もしかして英検通ったの ?1, 1それまではわからないでしょう2そこまではできないでしょう3そんなわけないでしょう 2>, 2番海といえばやっぱり沖縄ですよ1 そんなにきれいなの 2. こんなにきれいなの 3. あんなにきれいなの3番生まれ変わるとしたら鳥になりたいね。1. やっと鳥に変わったのね。 2. ふーん、鳥が生まれたんだ。3. 今でも十分自由に暮らしてるじゃない。4番何か手伝ってほしいことある 1. じゃあ、これお願いしていい 二、何から手伝えばいい?」「三、今手空いてるけど」「5番。このままやめるつもり?」「1うんやめていいよ」2「2うんやってみないと」 3. うんもう限界だよ6番中国に行かれるそうですね 1A、ええ、どこか一人で 2A、ええ、引っ越しで隣に3 ええ、主人と一緒に。七番。山田さん、聞きました?。一。あれ反応ないけど。二。えなんですか?。三。まあ、早いじゃない。 8番この人形誰かもらってくれないかな 1. 1吉田さんがくれたんんじゃないよ。2吉田さんにもらってもらえば3吉田さんにもらったらいいよ9番。 確かパーティーは日曜日でしたよね。行くんでしょ。一期待してたじゃない。二楽しみにしてたけど。三忘れないようにね。十番。大学辞める気なの？一 話聞かないね。2. 親が泣くよ。3. 迷ってるの。<番>1一番おいしそうなケーキだね。ひとつ買っていく 1. できっこないよ。2. いいんじゃない 3ありえないよ12番クーラーつけようか1暑いの ?2 帰るの ?3 寒いの 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。メモを取っても構いません。1番まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでください1番男の人が話しています。自分でお店や事務所などを経営することを自営と言います最近自営をする人が増えています中には大学を卒業して すぐに親か銀行からお金を借りて自分でお店を始める人もいれば働いていた会社を途中で辞めて自営を始める人もいますその人たちが自営を選ぶ理由として挙げているのは自分のお店だから人間関係が簡単であることや働く時間が自由で家族と一緒に働けることなどです確かに 最近自営業する人が多くなってきたね昔は不安定だということで嫁ももらえなかったのにやっぱり時代が変わったってことね最近のサラリーマンってストレスもたまるし毎日働く時間も長いしそれにボーナスもろくに出ない会社も多いからね確かにそういえばそうだけどでも やっぱりサラリーマンの方が安定していると思わない昔はそうだったかもしれないけど最近は違うね自営業よりも危ないと思ってるけど質問1女の人は自営業についてどう思っていますか 質問2男の人は自営業についてどう思っていますか 2> 2番まず話を聞いいてくださいそれから2つの質問を聞いて。 それぞれぞ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください 2>, 2番女の人の説明を聞いてくださいみなさんこんにちは当社ではカロリーだけではなくおいしさも考えたダイエット食品を開発しました赤 緑、黄色の3種類です。それぞれ効果が違いますので、皆さんの目的に合わせてお選びいただけます。まず赤なんですが、お昼ご飯や晩ご飯の代わりにご利用いただけます。他の2食よりはカロリーがちょっと高いのですが、普通のご飯よりはずっと低いです。緑の方は、 赤の次にカロリーの高いもので、どうぞ昼間のおやつとしてご利用ください。最後に黄色ですが、これは寝る前にどうしてもという人のために用意したものです。カロリーが非常に低いので、食べてからでも何の心配もなく寝られます。へえ。 ダイエット食品もかなり進んでるよねでも放送からして高そうそこまでいろいろと分けられているんだからきっと高いはずよ私も食べてみたいなそんなお金使ってダイエットするより最初からものを食べない方が安いんじゃないの本当に人の気持ち分かってないね。 質問1女の人の説明と合っているのはどれですか質問2男の人はダイエット食品を買うことについてどう思っていますか